マロンさん、ホリちゃんさん、リンクさん、フラペチーノさん、ベンゾーさん、タイガーさん、ヒカルくん、ヤスさん、メイルくん、モックンさん、ヤスベイさん、ヨッシーさん、マスオさん、イズチャさん、アベちゃんさん、コナンさん、ハヤトさん、KRD さん、こんばんは。ふくちゃん47さん、アメちゃんありがとう。ユマポンさん、ハートありがとう。マツさん、キャンディー、アメちゃんありがとう。キヨニーさんもアメちゃんありがとう。青色大好きさん、ラムさん、バンジャラムンスターさん、浜崎さん、ヒョウさん、スチュアートさん、タケルくん、テトラポットさん、ハチさん、こんばんは。これお話し会で来たことあったっけ？そうだっけ？あ、来たような気もする。ヤスさん、アメちゃんありがとう。真っ白だよな今日。つぼゆうすけさん、かわいい、ありがとうございます。楽しかったよ、いっぱいお話しした。トムさん、こんばんは。トムさん、たっくんさん、こんばんは。三浦みのるさん、こんばんは。かめさん、パンプキン、あめちゃん、あめちゃんじゃない、かぼちゃ、ありがとうございます。あ、アスパラさんだ。アスパラさん、ゆなゆなです二度目の、ありがとうございました。哲夫さん、浮遊物さん、やすべさん、こんばんは。すーさん、こんばんは。さっきぶり、ありがとうございました。ありがとう。もう一個のアカウントできたけん、ビギナーやん。トムさんもお話し会だよね。お話し会じゃない、放課後ホームルーム。ありがとうございます。今日のプラネットはダンス練習だったよ。え、見たかったん、見たかったん。放課後ホームルームしてたんだ今日。今日の顔色悪いけど元気だよなんかね、画面が悪いだけ。なんでだろうね。あ、美肌効果なしにしてみる。ダメだ、もっと真っ白になっちゃった。難しいね、普段の設定に戻した。母さん、マッスル。バンジャラモンスターさん、なんだっけ、グッドゲーム、なんかあれ、ギフトの名前見たよ。グッドゲーム。マツさん、小さな秋。アベちゃんさん、アメちゃん。アーツさんも小さな秋。小さな秋、ありがとう。今日折り紙の宿題があるの。宿題っていうか、そう、なんか幼稚園とかに飾るような、あの何月みたいな感じで、なんて言うんだろう、ポスターっていうか作るんですよ今度。それで言うの、7月担当になって織姫とか作らないといけなくて。そう、でも織り方を覚えて学校に行けないから、もう家で作っちゃうのそう、ライフ、ライフハート、ハートライフ。バンチャラモンスターさん、ありがとうございます。津田博文さん、まこさん、みすけさん、こんばんは。マスオさん、50年のありがとう。あ、こけ玉さん飛ばしちゃった、こんばんは。ゆうくんさん、だるま、ありがとうございます。ビッグボスさん、渇望の福男さん、てるいさん、ともあきさん、まっちゅさん、こたつ猫さん、戦場コック、きょろちゃんさん、ぬっしーさん、こんばんは。やすさん、つぼゆうすけさん、50年のありがとう。またスイカさん飛ばした、スイカさん、ともあきさん、まっちゅさん、こたつ猫さん、戦場コック、キョロちゃんさん、ネッシーさん、マサナレさん、こんばんは。そう、 STU は明
歌唱力決定戦のあれです、結果発表っていうか放送でございます。ドキドキ。安部さん、テトラポットさん、50位ね、ありがとうございます。こんばんは、安部さん、アメちゃんありがとう。ひなも楽しかったです。ホームルーム楽しかったね、めっちゃ楽しかった。またできたらいいな、放課後ホームルーム。いやな、本当に放課後だった本当に放課後。そうそうなの、来月のね岸壁ライブあるので、ピンマイカー、ピンマイカーいつだったっけ、 11？ ん、そんなことなかったな、いつだったっけ、 9？ 忘れちゃった。岸壁ライブあるので、ぜひぜひ広島遊びに来てみてください。あ、はるかさん、ホームルームありがとうございます。可愛かったです、はるかさんも可愛かったです。完璧でお会いしましょう。231さん、お疲れ、ありがとう、ありがとうございました、ありがとうございました。音がうまくいかんくて一瞬焦った。めめかわいい、そうそう、ズームのやつ普段美肌モード使ってるよ、みんな使っとるでしょ。ゆうな、オーディションの時美肌モードっていうシステムを知らんくてノーマルでやっとったの。そしたらママに一人画質悪いって言われて、後で気づいたの、美肌モードあったみたいな。歌ってたの、プラネットさん、私も見たかった。あ、小平さん、ありがとうございました、ありがとうございます。231さんはね、ありがとう。あきやんさん、だるま、ありがとうございます。トラポットさん、ハート、ありがとう。目がかわいい、メイクしてるからかな。自然な色になった、ほんと。しんちさん、こんばんは。そう、小さな秋の折り紙作ったの。ゆうくんさん、あめちゃんありがとう。折り紙の宿題、ね、ゆなは7月を作るんですけど、その幼稚園の壁みたいなやつ、壁に貼るようなやつ、なんかあれみんなで分担するんですよ、何月やってみたいな。ゆなは7月の七夕を作るんですけど、短冊の飾りみたいなのと織姫と彦星とあと星何個か作ります。イエイスケモンさん、バラありがとうございます、ありがとう。ロンリーボーイさん、こんばんは。初ズームだったからか音声ちゃんとできてませんでした、ありゃ大丈夫よん。そう、折り紙職人のね店だから。冬物さん、カメさん、バンジュラモンスターさん、50年のありがとうございます。ソーリさん、こんばんつん。ゆりさん、こんばんはこんばんつーって、萌えつんじゃん。来月の岸壁ライブみんな当たりますように。あら、飛んじゃった、飛んじゃった気がする。そう、申し込んでみてください。飛んじゃった、コメント消えちゃった、ごめん。マスオさん、お花ありがとうございます。美肌モード使いませんそう、きょくまちゃん隣にいるよ、ゆなくま、ゆなくまおりますよ。ホームルームはなんか個別オンラインお話し会の3対1バージョンみたいな感じ、ズームでお話しするんですけど、そう、メンバー3人とファンの方1人みたいな感じで、なんか好きにお話ししましたねめっちゃ好きにお話しした。なんかピンマイカーのあのライブ来たことあるみたいな、どうだったみたいな話もしたし、なんか自己紹介キャッチコピーのやつもやったりしたし、本当になんかそう、特になんかやることとか決まってなくて、本当に個別お話し会オンラインのやつみたいな感じで、ファンの方と3対1でおしゃべりって感じ、3対1って感じ、そう、それな
ぐらい。オーディションの時アングルも大丈夫かなって思って、そう、あの時はね、まだちょっとタンスの前にカーテンで隠してやるっていう考えがなくて、ずっとベッドの上でグラグラしながらしてたから、オーディションの時は焦るよね。あとむちゃんさんこんばんは。スイカさん、アメちゃん、小さな秋、小さな秋、ありがとう、ありがとうございます。そう、ズームはドライブインライブ以来使ってない。最近でもズームはゆうなよく使うかも。結構どうやって仕事休む言い訳考え中。どうやって休む仕事どうやって休む、どうやって休もうか。正直に言っちゃったら怒られちゃう。推しに会いに行くのでお休みくださいって。完璧ライブユナナとユナナとのオンラインお話し会の余韻が頭から離れない、離れない。3人に尋問されるかい。そんなことないよ、尋問は別にしない。でもなんかね、ミホリンとミリタンのファンの方みたいな2人みたいな時はちょっと気まずそうだったけど、でも楽しかったよ。ユナはあんまりっていうか、ユナは DDOK って言ってるから全然気使わなかった。ビヨン、またあればいいね。本当に未知に雰囲気似てきたねって嘘やん。アキさんこんばんは。あ、もう42分なの。トトロババさん、水鉄さん、スマイルアニマークさん、カズチさんこんばんは。楽しいよ。マットさんハートありがとうございます。ドラマもありがとう。なんか本当に自由にお話、今日は歌いますかね。放課後はね、放課後ホームルームはユーナとミリアちゃんとミホリンでした。そうバレた、ちょっと眠い。新一さん、ライフハートありがとうございます。ルイボスティいいですね。ほっぺたプリプリさん、カピバラミキアさんこんばんは。ショウさん、トムチーさんこんばんは。推し休暇あるといいのにな。ね、なんかさ、趣味で休暇取れるようなさ仕組みがあればさ、もっと働きやすくなるかもね。ヤスさん、小さな秋ありがとう。 DD 追求されるってユナは DD 全然 OK って言ってるからいいんだよ。ほっぺたプリプリさんありがとうございました。そう、なんかね、ユナもね、なんかミリアちゃんがめっちゃおしゃべりなんですよ、今日の3人の中では。だからなんかすごいマイペースに話してたらミリアちゃんのテンポについていけなかったそう、でもなんかぼちぼち話せれたからいいかなって思ってるけど、ユナはそう。スタシーさん、ハートありがとうございます。あ、今日207日だ、ありがとう。ゆうころ1号さんこんばんは。そう、サトシンさんこんばんは。お話し会で DD バレたから平気かも面白い。そう、なぜかお話し会の件があるの、なぜだろうね。このコメントを目にするときは47分になってそう、それぐらいかも。今日は服とメイクのせいかな、大人っぽいのは。DDOK だよ、こっそり押してるよって、ありがとう。
ユナユナのダンスはめっちゃ見たいって言ってて、本当？なんでだろうね。見てる？奥本ひなのさんは知り合い？知り合いっちゃ知り合い？知ってるのは知ってる。レイノンさん初見ですって嘘やん。お久しぶりですでしょ。キヨ兄さん小さな秋ありがとうございます。ダンさんこんばんは、こそばいそこ。シイチさんハートありがとうございます。推し休暇に、ん、推し休暇月に6日ぐらい欲しい。めっちゃやん。推し弱い。トトロパパさん54年のありがとうございます。ホームルーム楽しかったです。白眼鏡かっこやす、あとメリコイさん、イエイイエイイエイ。白眼鏡さん、やすさんって呼んだ方がいいのかな。でも白眼鏡特徴的だからさ。そう、完璧当たりますように。うちの職場はアイドルに偏見持ってる人多いから理由にできないのでちょいちょい嘘ついてます。だよね、そういう人もいるよね。俺はドラさんに聞いてことかな。歌唱力、マセさんこんばんは、間に合ってよ。今日何歌う？全然、隣の会議室で上司がいたから、こう上司がいたからここになって思った。全然いいよ。マジでスーツかっこよかった。スーツ、スーツ。トトロパパさん、アメちゃんありがとう。ペッキーさん、ヤッホー、こんばんは。彼女って言って休んでます。推しメンとは別枠でユナユナのパフォーマンス好きで応援してるけど DD かな。うん、どうだろう。どうだろう、パフォーマンスが好き。なんて言うんだろうね。看護師なのでアイドルに会いに行きますって言ったら終わりそう。嘘、大丈夫でしょ。投票した子しか応援してないから DD ではないはず。いいのかな。何歌おうかな。小島さんこんばんは。ユナユナ歌唱力の審査員の後ろに写真あってよく写ってるよ。そうなん。飲み会戻ります、ありがとうございます。ソッピータポニポニさん、マスオさんこんばんは、ありがとう。何歌おうかな。マサキさんこんばんは。ヨッシーさんが10年のありがとうございます。たまたこさん自転車で帰宅中こんばんは。気をつけてね。ユナの性格が好き、嬉しい。何しよう。何しようかな。何歌おうかな。何しよう。何歌おうかな。困っちゃう、困っちゃう。で、岸壁ライブの申し込みはもう始まったのかな。ぜひぜひお願いします。そして、あ、涙の表面張力いこう。久しぶり。ユナユナ歌唱力ってハッシュタグつけてツイッターつぶやいてもらえると嬉しいです。実況、生中継、なんて言うんだろう、つぶやいて感想とか。ハッシュタグユナユナ歌唱力でお待ちしてます。哲夫さんハートありがとう。マットさんハート、だるまありがとうございます。明日からだって、了解ありがとう。いきは夜にかっこいい曲を。ギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙のダムが警戒する。そう、ハッシュタグお願いします。めっちゃ画面下じゃん。
ギフト読めないかも、音符いっぱいありがとう。最後の最後までいい人でいたいなんて、優しいふりしてる自分を軽蔑しようか。彼女とは本当に何もなかったと否定しても言い訳をしてるみたいで面倒な、信じられなくなったらおしまいだ。そうだろう、ギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙の涙が崩壊する。君は少しずつ溜まってる、その胸の悲しみが濡れた瞳に溢れそうで、瞬きさえもできないくらい息を呑み、ただ見つめ合って動けなかった。愛とは表面張力。肩バキって言った音符いっぱいありがとうございます。最初は違ったよ、眼差しに甘えてた。愛してくれたこと誰かのせいにはできない。友達から別れろときっと言われ続けていたんだろう。なぜ君は感情的に僕のこと喧嘩できなくなったら他人だろう。悲しいね、危ない、泣いちゃえば楽なのに頑張って耐えている。涙が一つ溢れたら絶対溜まってたその全てが止めどなく溢れ出す。だけど僕には目の前の君の OS を止める、すべとかハンカチとか持ち合わせてない無力な男、後悔は表面張力。強がって微笑んだ涙のダムが崩壊する。君は少しずつ溜まってるその胸の悲しみが濡れた瞳に溢れそうで、瞬きさえもできないくらい息を呑み、ただ見つめ合って動けなかった。愛とは表面張力。涙の表面張力でした。ギフトたくさんありがとうございます。音符いっぱいありがとう。カメさん、コケ玉さん、スイカさん、バンジャラモンスターさん、いっぱいいた気がする。ヤスベイさん、もっともっといるね。ヨッシーさん、いっぱいありがとう。スイカさん、ヨッシーさん、ホリちゃんさん、ヤスさん、いっぱいありがとう。ギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んだトトロパパさん、音符ありがとう。ギリギリもう間もなくお時間、さよならが言えないよ、パチパチパチありがとうございます。たけるくん、お花ありがとうございます。なるみさん、こんばんは。覚醒したの言うな。カピバラミキアさん、アメちゃんありがとうございます。なるみさん、今日あれですか、快速と動体視力覚醒してるの言うな、やった。
歌ってる時の口元。ギリギリ痩せたいうな。本当？あ、やっぱ私の思ってるなるみさんであった。ホームルームありがとう。合ってたわ。いた。痩せました？あゆうな、嬉しい。画面のせいじゃなくて。嘘。痩せた？やった。あ、めっちゃ上がっちゃった。ヨッシーさん、かわいい。ありがとうございます。じゃあもうお時間なのでね、ランキング行きましょうかね。嬉しい、みんなありがとう。じゃあ13位マスオさん、めっちゃ手も白飛びする。12位キヨ兄さん。11位なるみさん。10位あやさん。9位瀬戸内のミニマロンさん。8位あきさとさん。7位ゆもぽんさん。6位かずさん。5位バンジュラモンスターさん。4位ホリちゃんさん。3位カメさん。2位スイカさん。1位鉄尾さん。はーい、壇上の皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。会って確かめさせて。ほんとよ、衣装ゆるゆるになってないよ。今日もキュートって可愛いよって。嬉しい。そんな痩せた？やったん。ありがとうございます。壇上の皆さん、パチパチパチ。あ、もう59分だって。それでは今日も来てくださった皆さん、ありがとうございました。明日は夜かな、朝かな。また予定入れときます。それでは、せーの、皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。せーの、川またねー。バタバタでごめんちょ。おやすみなさーい。ありがとう。川またねー。おやすみー。